くなった。先ほどちょっと拓也さんには言ったんですけど、はい、ちょっと初日じゃもったいないコンビだったから、うん、今日見る限りでは決勝でもう一回見たいなという感じが。じゃあ明日もって言ってください。明日も本当に、まあ、それぐらいちょっとしっかりとした、うん、いいワンツーだったなというのが。そうですね、うん、もう抜群だったですね。拓也が抜群だったっすね。あとはもう呼吸も合うんでしょうし、うん、仕事も2社でもそのやりやすいというか、拓也、ね、うん、のレースよく見るし、うん、行くところでやっぱ行ってくれてるから、うん、まあ決まったかなって、うん、あとは本当に余裕持って、まあ、ちょっとその難関勢かな、千葉勢がいて後ろに。そうですね、でも結構離れてましたね、うん、ちょっと多分かました後は、うん、だからちょっと余裕持ってたんですけど、うん、でもうまくワンツーで終わったっす、うん、何もしなくても残ってくれましたね。軽くかわすだけというか、そうですね、うん、まあ、でもこういう一着でしっかり、うん、今の状態が良かったり、はい、先生にも、うん、ただかまとまってる中でやっぱりなんかこうヒットがゴンと欲しい時期でもあるんでしょうからね、はい、うん、まあ、でも焦ってもしょうがないから一、うん、つずつ勝つように走るしかないと思ってるんで、うん、本当に今回は拓也のおかげですね、うん、あとはその関東のより若い113期だったり人たちもいる中で、うん、そうですね、リュウジさんのなんかこう求められるものが変わってくる時期かなというのは、だんだんそうかもしれないですけど、うんうん、でも僕が番手作ってなっても前の人には、うん、とにかく1着だけ出してくれればいいんで、うん、そういう気持ちでこう伝えていけたらなと思いますね、うん、僕が作る気は、うん、そういうスタイルを共有というか、 なんかそのお互いで意識を持ちながら、いい連携を。そうですね、うん、行くだけのレースじゃもう面白くないんで、みんなで勝てるような、うん、より高めていけるラインで、はい、ちょっとアピールしてもらえる、はい、頑張って、はい、ありがとうございます。